こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。秋は着物のベストシーズンというふうによく言われます。暑くもない、寒くもない、そういった時に着物で出かけてみたい、着物で旅行に行ってみたいというね、声をよくいただきます。私どもは国内の出張旅行、それから海外に行く時も必ず着物を着ているので、その旅行の時にね、どういったことを気をつければいいかとか、旅行の時のポイントについて3つポイントをお話しさせていただきたいと思います。1つ目、全部着物で通すと実は楽ということについて1つ目お話しますね。洋服と着物両方持っていこうと思うから結構荷物がかさばってしまうんですね。履物が2種類、洋服用と着物用を持っていかなくてはならないということだったら、やっぱりかさばるっていうのはね、想像が難しくないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やっぱりね、着物ってお洋服に比べると肩がなくてすごくフラットに畳むことができるので、着物だけって決めてしまうと実はそんなにね、かさばらない衣服でもありますね。もちろん車でお出かけになるのであれば、荷物にね、こう制限がないので持っていく量に、お車だったら両方持っていかれてもね、いいんじゃないかなと思いますけれども、公共交通機関に乗るという場合は、可能であればどちらかに統一された方が、荷物はね、少ないなというふうに思います。なのでできるだけ荷物少なく旅行に行きたいなという場合で、着物も持っていきたいなという場合は着物だけ持っていくということがね、おすすめです。続きまして2つ目、天候に左右されない着物を持っていく、着ていくということがね、2つ目大事なポイントになります。着物着ようと思っても、雨がすごい急に降ってしまって、もう着れない、どうしようなんてこともね、可能性としては、旅行は天気だけは自分たちではどうにもできないので、そういったことってありえると思うんですよね。なので今日私が着ているのは男性のスーツの生地仕立てるウールの着物ですけれども、ある程度雨に濡れてもそんなに気にならないお着物みたいなものをね、ご旅行の時は持って行っていただくというのが大きなポイントじゃないかなって思います。続きまして3つ目、帯を変えれば様々対応できる着物を持っていくということ、着ていくということもね、3つ目大事なポイントかなと思います。今日着ている着物の、例ばかりで恐縮なんですけれども、これであれば男性のスーツの生地仕立てるウールの着物は半幅帯も合わせることができるし、名古屋帯も合わせることができる。で、名古屋帯もね、いろんなものがありますけれども、例えば道中、移動中は半幅帯で寝たりとかできるような、例えばカルタ結び、移動もね、楽なので、体が楽なのでカルタ結びにしておいて、夜お食事に行きますよという時はちょっと名古屋帯、きれいめな名古屋帯に合わせていく、名古屋帯を変えて締めるというふうにね、していただくと、一つの着物でちょっとカジュアルシーンも、それからちょっとエレガントシーンも対応できるというようなね、着物を持っていかれると、本当にそれこそ、そんなに数を持っていかなくてもね、いいんじゃないかなって思います。旅行に行かれる時に荷物をやっぱりできるだけね、減らしたいなっていうふうに思うと、やっぱり帯揚げは二色ぼかしだったら1枚で2度美味しかったりとかしますし、帯締めも例えばリバーシブルのものであれば表と裏みたいなこともできますよね。私個人的には着物や帯の数をすごく厳選して、小物は割と気分も変わったりとかするので、ある程度ちょっと余裕を持ってね、持って行ったりもしますけれども、できるだけ荷物を減らしたいという場合はね、そういう二色ぼかしだったりとか、帯揚げが、帯締めはリバーシブルみたいなものをね、お使いいただくといいんじゃないかなって思います。それから旅行の時、意外とね、足回りが汚れちゃうんですね。乗り物の中とかもそうですし、それから意外と着物着てたりとかすると、お参りをする、なぜかね、寺社仏閣というかお参りするみたいなね、機会もね、あるんじゃないかな、多いんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり履物が傷みやすかったりとか、ほこりが舞いやすかったりとかするので、旅行の時、行く場所にもよりますけれども、カレンブロッソは傷が分かりにくいので、ご旅行の時にはおすすめです。カレンブロッソは、どういったものかっていうのがもしお分かりにならない方いらっしゃったら、私どもホームページでも商品ご紹介しています。ちょっとね、特徴的なお履物になるので、よかったらちょっと見てみてくださいね。それから足袋カバーといって、足袋の上に履く汚れ防止のための足袋という
というのが足袋カバーというのがあるんですけれども、そういったものを、履いていただくと、ホコリがどんなに舞っても足袋本体というのが汚れず、その外側のカバーが汚れるので、そういったのもね、旅行の時にはぜひねお持ちいただければなというふうに思います。着物で旅行に行きたい、憧れておられる方多いなというふうに思います。今日の動画がね、そういった方の、ご旅行の際の参考になれば嬉しいなって思います。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私ども着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。